ライフハックライブショー第二百三十六回は、ジェット大輔さんの写真展うつせみについて、立命館ピクシブ事件について、マイクロソフトの新型サーフェ a c e p の話題、そしてアルファゴがトップ棋士を破って引退という話題についてお伝えします。それではどうぞ。ライフハックライブショー第二百三十六回、ライフハッキング JP の堀です。 え o ユーチューブ2週間続けましてですね、えー、すっかり沼にはまってしまいましたところですで、えー、2週間続けてみるとですねあのー、ねずっとこのライブショーはやってたんですよ200何十時間もでもこれをウェブカメラでね自分を撮って立て流しにしてるだけなので本当にユーチューバー的なユーチューブのビデオを作るときにはこうカットしたりアフレコを入れたりこうテロップを入れたりっていうそういう作業をやってみたら いろいろねあのみんなこういう遊びをしていたんだということに気がついて大変あの面白くなってきましてですねじゃあ次のステップは何かなと思った時にやっぱりいきなりこのカメラの問題が出てくるんですねえっと iPhone でずっと撮ってもいいんですけれども家にいるときこのウェブカメラだけっていうのもちょっと寂しいねということで、えー、まずいきなりえー ちょっと2年前のカメラではございますが、えー、GH4 を買ってしまいました。中古ですけどね。はい。これで、えー、4K 取れますので、えー、4K をね、まだ処理するほどの、えっと、パワーのあるマシンはないんですけどもそれはおいおい手に入れることとしてまずはあの画面をきれいにするというのとこれと,、えー、っと今マイクを発注していますので、えっと、画像をきれいにして 音声も綺麗にしてでかつ、えっと、ちょっと違ったアングルで自分を見れるような、えー、かつその同じカメラでね物撮りとかもね、あのー、そういうこともできるようにと思ってますまあ僕がやることですからあのー、YouTuber とかね、あのー、みたいに <laughs> こうじゃじゃんとかねヒカキンさんですみたいなこうそういうことはできませんのでやるつもりもないのでもうちょっと頭の硬い えとてもね、繰り返したら面白いようなビデオブログのテーマがないのかなということを、えー、今模索中です。まあ、ドリキンさんとかともね、話しながら、これ良かったねとか、あれ良かったねっていう風に意見をもらいながらやってますので、まあ、あのー、はい、えー。頑張っていこうかなと思うんですけれども、そうですね、コメントの方にある通り、えー、いきなり散財モードになってますからね、<laughs> 仕事を真面目にやらないといけないという状態です。はい。 えっと今日はですねえっといくつかイベントのご紹介あるんですけどももう今更ちょっとねあっちっちゃったあ手が届いたあのー、もう明日でね終わってしまうのでほとんどの人はいけないと思うんですけれどもあのー、私えっと鎌倉の方に近くに住んでいまして今えっと鎌倉の北の辺りで、えっと、庵野秀明さんと庵野もよ子さんのご自宅 邸宅を、えー、と開放しての落日産展というのがやっておりまして本当に会期短くてですねあの数日で明日で終わり <laughs> 明日昼過ぎから整理券を配り始めて明日で終わりという大変短い、あのー、展覧会ではあるんですけれどもに、えー、と今日ちょっと行っておりました、あのーあれですね、鎌倉のちょっと北の方にある、えー、お寺のすぐ隣にある、えー、とご自宅で。 そこの1階にこのおチちさんの、えー、と原画を、えー、とたくさん展示してあってかつねシン,ゴラジシンゴジラでも出てきたあの模型ですね新幹線の模型とかあの SL の模型あの私物だったらしいんですけどもそれがちょっと展示してあってニヤッとこう笑ったりとかするようなまあごじんまりとしてるんですけどもねあのすごく良いあの原画展でしたのでもしこの近くにいてね明日たまったま暇なんていう人がいたら 足を運んでいいただければなと思います。ものすごく気候もい,いですし鎌倉はねもう山も輝かんばかりの状態で歩いてて本当に気持ちがいいので、えー、ともし終わったとしてもねあのこの近くあの遊びに来ていただければなと思いますはがきがあったんだけどな、買ってきたちょっとどっかに行っちゃいましたねこのおちびさんの、ね、原画っていうのがまた頭がおかしいぐらいの手間がかかっていまして単純に彩色してるだけじゃないんですよあの グラデーションのかかってるところとか本当にこれどうやって彩色してるのかなと思ったらその色を塗りたいところだけを切り抜いたあの、まあ、紙を上にかぶせて色のつけたいところだけを切り抜いてそしてそれを原画の上にかぶせてこう色付きスタンプでこうトン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 とグラデーションを作っていくというこのまるでねあの版画みたいなあのそういう。 彩色の仕方をして結構シンプルなところにそういう細かいゲートを入れていてあの本当にこの一枚の画像を作るのにどこまで手間をかけられるんだと本当にあにびっくりするようなあの作品でしたそのね切り絵みたいなそのあのものも見れましたし、えっと、それを使う前と使った後の、えっとの原画っていうのも拝見することができたので本当に 貴重なものを見ることとができましたということでですねうっかりですねそこにねうちびさんの原画複製原画が販売中だったものですからね買ってしまいましたこれはねあの耐えられない無理あのしかもね値段がねそこそこ安いんですよ、まあ、5万円ちょっとなんですけどもあのこれだけの作家さんで、ね、あの枠も用意して 送ってくれるところもあって一応サインも入れてくださるってことでそれで5万円ですよって言われたらほとんど利益出ないはずなんですよ本当にあのー、いろいろこういうのを展示するところの諸々の仕組みも含めて考えるとほとんど利益なんてないわけでほんとにねほぼ好きな人向けのファンサービスって値段なんですよねこれはだからあこれはね手に入れますはいはいくださいもうやっとることは後で考えるみたいな感じでねあの手に入れてしまいました 一週間ちょっとメルカリしないといけないですね、これはね。<laughs> はい。あの、でも本当に楽しみな、えっ、ー、と、江ノ電の,の夏の風景が描かれてる、えっ、ー、と、やつを買いましたので、あのー、はい。満足です。1ヶ月後ぐらいに届くそうですので、満足です。その時にね、またここでちょっと見せ泣かしたいなと思います。もう一つ今週、えっ、ー、と、これはまだ、あのー、まだまだいけるチャンスがあるんですけれども、えー、YouTuber として、 有名なジェット大介さんの写真展が今開催中ですジェット大輔さんといえばねそれこそジャジャンの人ですしあのガジェットとかのご紹介とかそういうところでもう本当にいわゆる YouTuber みたいなものの先駆けとしてあの全てを始めた人ですよねでも Facebook でジェット大介さんを追ってる人だったらこう カワセミの写真を撮っていたりですね写真とかそういうものもあのガンガン撮ってる人ですしもともと映像作家の分野からこの世界に入ってこられた方でもあるのでやっぱりバックがあるわけですねバッ,クあのバックとなるいろいろな技術を持ってこれをやっているわけなんですよねなので写真展行きますとですねあのすごかったりしますおっとこれちょっと 出てくるかな出てきました。えー、っと、開いてるのは銀座、えー、の、ちょっとあの銀座と有楽町の間あたりかなのところなんですけれども、映像さんの、あの、店の一角でやっておられます。で、なんでここかというのも、これは 4K で表示してるようなこの画像を、 これモニターにディスプレイするのにこのこのディスプレイじゃないともうほとんどね見えないぐらい細かいんですね写真がなのでここで行われているというそういうものですでテーマはですねうつせみという展示会であってだけあってセミの,あの写真ですでセミの羽化の瞬間を撮っているそういう写真展なんですけれども羽化したばっかりの時ってですねこのようにこのちょっと透き通るような緑で 表面にこの金の金粉を振ったようなですねものすごく美しい宝石のような姿をしているんですね。でそれを、あの本、ー、当小細工なしで、あのー、パシッと取ってほ,ほぼ、あのー、色温度をちょっと調整するだけでほぼ、あのー、無修正で、あのー、印刷して貼ってあるという。 本当それを聞いただけでもねええー、と思うような話なんですけれども34秒ねシャッターを開放して iPhone のライトで軽くこの周りをススススッと照らしてあげてでこのセミが死なないくらいの明かりの中で撮ってあげるというそういうことを繰り返したそうですで 4K ディスプレイでもあのえっ、ー、と引き伸ばしでえっ、ー、と 印刷してあるのもあるんですけど 4K ディスプレイの中で公開されてるのもあって場所は狭いんですけれども本当に写真の点数としては結構な枚数なりますで、えー、真ん中のところにはあの動画の、あのー、ドキュメンタリー風の映像作品も入っていてそこだとタイムラプスで、えー、とセミが羽化している様子っていうのも出てくるんですけどもまあ <laughs> あの 一個一個に一体どれだけの時間かけてるんだっていうぐらいのあのうんあの手間がかかってますでセミね必ずねどれか一匹ぐらいはねあの好みのやつがいるはずですあの行ってみると本当にあセミってこういうきれいなやつだったんだと こんなでしかもこれこのギスモードの,あの記事に結構あの鮮やかに写真がもう公開されてるんですけれどもあの現場に行くとですねこの写真を目の前で見るとですねこれどころじゃないんですよ本当にえこんな細かいところまであるんですかというあのそれが全部 見えるとだから本当に近くに顔を近づけて見るのでないと雰囲気が伝わってこないというそういう写真展です。これ武者さんがフェイスブックに書いてましたけどあのうっかりね「何セミが写ってるんじゃん」っていうふうに思ってじっくり見てるとこうじわ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 ねこう銅にズンズンってこうねやられてるような感じがして「いやえでもこれどうやって撮るんですか?」と。 これえっセミってこんなんだったんですかっていうこうなんかねよく考えると今まで見たことがない世界だっていう、えー、ずしずしくるようなそういう写真展ですのでこれはね行く価値あるあの東京近郊にいらっしゃる方だったらば、えー、行ってみてね多分あのそんなに時間のかかる展示でもないですし本当に20分ぐらいその場にいれば。 とりあえず雰囲気はつかめると思いますので、立ち寄る価値があると思いますので、ぜひ行ってみてください。こちら、銀座の方で、えー、ジェット大介さんのツイッターの方を見れば、多分、えー、と場所はすぐ分かると思いますが、あと、月曜日ね、こちら閉まっていますので、それだけ注意していただければ、来週の6月6日まで、えー、開催しているそうです。でね、ジェットさんも、えー、夕方を中心に、えー、と大体6月6日まで、3日まで おられるそうですので夕方辺りに行かれると、まあ、本人があの歩き回ってると思いますので声をかけてあげてください結構寂しがり屋なんでねあのこう僕一度行ったんですよ今週でその時ジェットさんいなかったんですねで <laughs> いなくてもまあいいかと思って回ってみたらこう思わずなんか言いたくなるんですよこの写真すごくねこう,もうあこれこれこうでしょとかこうと こ,れこ,れこの子可愛いんだけどっていう、こ,うこ,の,このセミ可愛いんだけどって、これを、ね、言う相手がいなくて、もうすごいもやもやしたので、あのもう一回行ってきて、その時ジェットさん捕まえてですね、この子可愛いですよね、うん、可愛いだろう、みたいな話をあのさせていただきました。はい。なので、ぜひ行ってみてください。今週の、えー、っといくつかニュースに入っていきたいと思うんですけれども、細かい方から行きましょうか。あーのー しばらく前にですねいくあのい、一種、一時代を形成する技術として、えっと、なんだろう、あの、Google の AMP ですよね。えっと、ウェブサイトをキャッシングして高速に表示するって AMP 技術と、Facebook のインスタントアーティクル機能と、それと Apple の、えっと、ニュースですよね。これが三つどもえで、えっと、サイトの情報を高速に表示する。Apple は Apple でね、デバイスに、iPhone とか iOS に 高速に表示する方法 Facebook なら Facebook を離れずにニュースを見る方法それで Google MVP だったら、まあ、検索結果から高速に、えー、とすぐに、えー、記事を見れるようにすると、まあ、一部、ね、本当のサイトの方に行かないので、えー、PV にならなかったりしてそれ問題じゃないのかって言われたところも少しずつ修正を加えながら、えー、とこの三つどもへの戦いが行われてたんですけれどもその近況でちょっと新しい話が入ってきてなんと フェイスブックがインスタントアーティクルに Google AMP の対応をするというニュースが入ってます。あ、これあれですね。<laughs> あの、あの、ちょっとした勝負あった感ですね。珍しい。フェイスブックって言ったらね、無敵なのかと思いきや、ここ最近はね、すごく インスタグラム好調とか株価はどんどんずっとトレンドとして上がってるし本当に無敵なのかなと思いきやあのこういうところで意外にあの Google に比べて勝ててなかったりします、えー、Google AMP 対応することによって自身のインスタントアーティクルも高速に検索結果から、えー とにかく表示させようと。で、そこに載っている広告が表示されて、えー、っと、インスタントアーティクルに参加してくださっている企業が、まあ少しでも利益があるならば、まだこのプラットフォームを捨てなずに済むかもしれないということですね。うん。珍しいですね。こういうことが起きるのはね。でも、 ひょっとしたらこのインスタントアーティクルとかこの Google MP っていうのがちょっと早すぎる技術だったのかもしれないっていう気はします。ただ、えっ、ー、と、MP の方は、えー、と結構順調らしくて、それなりに、えっ、ー、と、利用が広まってるそうです。ただ、その利用が広まってる割には広告収入みたいなところは上がってきていないので、えっ、ー、と、そこら辺を今後 Google がどう対応していくのかと、そういうのが、えー、言われているみたいです。はい。まあ、あのー、 AMP 対応をしようとしているブロガーさんとかは参考にしていただければなと思います。実は僕のブログも、えー、と AMP 対応していて、えー、としかも何だっけなあの、プラグインのフログなんたら、えー、とっいうプラグインを使っていて、えーと、広告も自動で貼り付けているんですけれども、えー、とそれであの利用統計とかも結構あのちゃんと出てくるようになったわけですね。そうすると、もうすでにアクセスの 45%ぐらいは MP が持ってきている面があります、えっと。検索して検索結果からすぐパッと MP で表示されているらしいです。な,なのであの、しかもそれがね、最新のものじゃないんですよ。ロングテールの方の、えっと、古い記事のところに引っかかってそこからヒョイッと出るっていうのが多いみたいなので、まあいいのかなと。技術として面白いなという、そういう気がします。 はい、細かいニュース、もう先に行ってからちょっと大きめのニュースに行こうかと思いますが、えー、今週の NASA <laughs>、久しぶりだな、これね、今週の NASA、受脳衛星、受脳衛星じゃない、受脳探査機、えー、木星にたどり着いたやつですよね、しばらく前にここであの女神の名前から取りましたよっていう風に、そういう話をしたかと思うんですけれども。 このジュノーから、えー、何回か木星を回ってその合成図としてのこの極ですよねこれは南極かな木星の南極側から見ている画像とかそういったものが出てくるようになりましたこれね惑星科学やってる人間からするともう本当にね度肝を抜くような映像でございまして 木星というとねあ,のあまりに巨大でその割には、ね、あの大気のスピードも速いわけですから本当に横から見てるとこう筋しかないわけですよね横方向の筋ですよねだからものすごいスピードであのスーパーローテーションみたいなことをしてるわけであの大気の流れはほぼゾーナルなるつまり帯状になってるんですね。けど 全部が全部そうかっていうとそうではなくてやっぱり局に行けば局に行くほどそのスピードは遅くなりますからそうするとだんだん遅くなるとこううねりが来るわけですねあのよどんでくるわけですそうやってよどんでくると低気圧ができるわけですよずーっとまっすぐ回ってるんだったらそれできないんですけどだんだんこうよどんでくると南側と北側の物質をこう交換するようなこの低気圧ですよねあのが生まれ始めるこれは 低気圧は何で生まれるかというと南と北側のね温度,温度の解消するためにあの物の流れがあったらそれを解消するために自動的になるわけですよねえっとね温度ってこれね結構ねそう面白くしゃべれるかなこれね温度をある場所からある場所に持っていくっていうのが意外に難しい話でえっと例えばこの空気の中で温度を伝えたかったら例えばこのね えー、天井に例えば鉄板を設けて暖かくして空気を温めて空気に運んでもらうこうすれば結構効率がいいですけどあるいは放射で赤外線で運んでもらうとかいろんな方法あるんですけどこれ平面上に惑星の平面上で物をあの温度を動かそうとした場合に直接拡散で、えー、とここにあったかい空気がポンって置いたら拡散でふわーっと広がっていって温度、ね、熱が広がっていくってそういうこともできるんですけど。 拡散よりはこのぐらいの大きなスケールになってくると、あのだんだん水平を風を起こして、あの動かした方がエネルギー的に効率が良くなるんですね。これはもうほんと物理法則的にあるスケール以上になると風を起こしてえっ、ー、とあかいところと冷たい。空気の間にこれ、風を温度風っていう風を起こした方がえっ、ー、と自然に。温度が流れるから禁止。禁止あの。 自然に風が吹き始めると。それがもう風の仕組みなんですけど。それで低気圧が起きると。低気圧が起きるとそれでさらに効率的に熱を動かせるんですけど。その余んで低気圧が起こったところのこの低気圧全部地球ぐらいのサイズあるんですよね。惑星とか地球とか火星とかも本当、それぐらいのサイズの低気圧がゴロ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 転がってるわけでございます。ひどいな <laughs>。 あのスケールがでかいにも程があるだろうっていうねあのー、この輪っか一つの大きさをちょっとコンパスで測ってですねそれを見るだけでもう僕らはあのー、うひょーってなるわけでございます <laughs> えっだ木製の大きさこうでしょこの輪っかの大きさこうでしょでこことここのここに太陽放射このぐらい入っててこの南がこの放射このぐらいだからこれを解消するためには 延長循環このぐらいで水平循環このぐらいで計算あえよみたいな話になるわけですね。で、えっ、ー、とみんなコンピューターモデルとか走らせてこの低気圧が正確にこの大きさになるまで木星のコンピューターモデルを回し始めるというそういう楽しい研究の時間が待ってるわけでございます。えっ、ー、とこの画像についてはもうすでに2つのサイエンスの論文が出ていてあと GRL か、えー、とジオフィジカルリサーチレターに もえー、ジャーナルが出ている GRL か。GRL ね。GRL は、私も論文を出したことがあるところなんですけれども、えー、ジオフィジカル・リサーチ・レター、レターなので、担保を送るところですね。こんな発見があったよってことをスパッと送る場所です。だから3ページから4ページぐらいで短く書いて、スパッと送って、みんなに科学コミュニティに、こんなのあったでっうおウォーって感じで、 見せるためののそういういものですだから毎週のように出てきて毎週のようにこの20個ぐらいの論文が34ページで出てくるちょっと昔だったらねあの結構どんなテーマでもあの投げれば割とゴツゴツとやれば載ってたんですけど最近はねもうねあのだんだんみんなコンピあの研究のスピードも速くなってきてねそうすると価値の高い論文が34ページでもどんどん入ってくるようになってもう GRL ね乗りにくくなりましたね。 パッと出してね、さっと蹴られる可能性が30%ぐらい。それでレビューに進んで蹴られる可能性が30%ぐらい。だから、今はね、割とね、頑張っていかないと載せられない。えっ、ー、と、ネイチャー、サイエンスで GRL みたいな感じですね。頑張ります。今年中に GRL1 本出せればいいな。ここまでね、なんかこう、すごく <laughs>、プレスリリースされるような話じゃないと思うんですけれども、はい、やろうと思います。 細かいニュース、どうせですから、ささっと言っておきますと、えー、これ、全然ね、仕様とか全く追っかけてないので、これまたね、絶対ドリキンさんとか買うだろうから、その時また追いますけど、DJI からスパークという、なんじゃこりゃあの小ささのドローンが出ています。前のマビックがの、よりも半分ぐらいになってますよね。iPhone、え ?6? これ。6と同じぐらいの大きさですね。 で出ています 300g で499ドルいやー本当に攻めてきますね日本だと、えー、なかなかこれを飛ばせる場所が少ないんですけれども、えー、っと今週ちょっとまとめがあったりなんかしてあのトゥゲッタのまとめかなとかで、えー、人口集中値では飛ばせないんだから人口集中値ってどういうとこなのっていう,こう国土地理院とかの地図を見れば わかりますよって、そういう話題がありましたけれども、意外にあの、三浦半島は、えっと、海岸沿いのところとか、あと、南の方の本当に、岬の近くとか、ああいうところは、意外に飛ばせたりするのですが、そういうところは風が強いんですよね。だから、そことの兼ね合いですよね。意外に、うん、場所が少ないので、なんかちょっと、あの、 そろそろ食事が動いてきますね <laughs>。周りにね、何人かもうドローン動かしてる人いるんですけどね。あの、なんかそろそろ動かしてみたくなってきますね。ただこんなに制限が強いと、うん、ちょっと色々考えますよね。ほんとそれこそ散財モードですよ、これは。ドローンに散財だけじゃなくて、ドローン撮影するために旅行に行かなきゃいけなくなりますから、旅行散財になりますので。 よくよく考えないといけないなとは思うんですけれども、ああ、なんかそろそろこれ手出してみたいなという気持ちがしてなりません。はい。ちょっと調べときます。今週のちょっと大きめの話題、えー、Microsoft Surface Pro 発表しています。ようやく私が Mac を離れるかもしれないというふうに少し悩み始めました。これで。 f、えー c e Pro 5という名称じゃないんですね、今回はね。s u Surface Pro っていうことになって、えー、中身は、見た目は大体同じなんですけど、中身は結構変わってます。スコア i7 モデルは、i インテル i イリスプラスグラフィック640で、iPad Pro の1.7倍は早く、13.5時間のバッテリー寿命などなど変えてます。Surface p ペンも、最初の頃はね、もう結構おもちゃっぽかったのが、もう4000回帳ぐらい出せるぐらい、ものすごく デリケートなタッチもかけるようになっていてものすごくいい感じになってますで同時に日本でも Surface Studio ですねあの巨大な液晶をパターンと倒してこの机の上が全部液晶になるようなそういう使い方のできる Surface Studio も、えー、発売ということになっていてマイクロソフトのイノベーションが止まらない明らかにこれもどう控えめに見たところであの アップルが iMac とかあの首振り iMac とか MacBook Air を出していた時代と全く同じですよね。あの完全にイノベーションでは今マイクロソフトが、えー、と上手になっていると思います。なんでっていうとね、MacRumors ーーの MacBuyer's Guide なんか見ればすぐわかるんですけれども iMac 例えば最後にアップデートしてから500日とか MacBook Air もね、 MacBook Air も多分500日近いんじゃないかな。MacBook が確か340日、ほとんどね、1年なんですよ。1年以上、あるいは1年半とか、あのー、ほっとかれている、もう MacPro なんかにかんなっては、もっともっとほっとかれていて、あのー、何かこう、決め手のイノベーションが今、Apple では止まってる印象がすごく強いです。で、それに対してね、ちょっとこう、恐れたのか、TimCook が今年中に Mac を含めて、Mac、あのー、 いろんな新製品を投下する予定だっていうふうに言ってるんですけどねああいうことを言ってる時のティム・クックっていうのはなんかすごくね信頼が受けないんですよあの地味に頑張ってる時のティム・クックっていうのはすごく信頼が受けるんですよ例えばアップルマップですよねアップルマップをやったでアップデートしていくと これは満足いかない内容だったからアップデートしていくよなんて言ってる時のティームクックは信頼ができるんですよこうゴリゴリやっていく方ですねだからマップなんて最近開いてみるともうほんとターンバ,ータタイバイターンのあの道順とかそういったものもすごくしっかりできますし日本でもそれちゃんと対応してますので特にその地上を歩いたりなんかする時のコースとかは非常にしっかりしていますのであのよくここまでね あの最初の頃はとんでもないことになってたのが本当によくここまで持ってきたなっていうぐらい本当にしっかりしてました。こういう時のねティム・クックっていうのはすごいんですけどなんかこうプレイングフィールドを一転するようなこうバーンと変えるようなジョブス的なこう暴力ですよね。お前こんなん出したけどこんなところダメじゃんってこう突っ込まれまくりながらもいいんだーって突っ込んでいくようなそういう時にはちょっとティム・クックが少しまだやってない気がします。 な,んかまだなので、WWDC に期待しましょう。あのー、久しぶりに WWDC でハードウェアが発表されるんじゃないかなと言われてますからね。ただ、それで、ここまでやってきて、新しい iPad Pro と Siri のデバイスかもしれませんよって言ってますけど、それだけだったら、結構劣勢ですよね。それで次の MacBook Pro とかのアップデートは秋まで待ってくれとかなったら、 なかなちょっとって感じがしてきますねえっとニュースデーターにもちょっと書いたんですけれどもアップルの魅力ってもともとイノベーティブなハードウェアとすごくこう勢いのあった OS とそして iTunes Music ク t o r e プリストアとのこの有機的なつながりでしたよねほんとそれはあの3つを同時に開発していったわけですよねえー、っと マシンも開発でマシンが一段落すると、えー、OS の方が追いつくあるいはアプリストアみたいなところが、あのー、また増強される市場が広がっていくとなったんですけれども最近やっぱりどれも特色がもうみんな追いついてきちゃったので特色がないわけですよね例えば Apple Music は Apple Music で重宝してはいるんですけれども じゃあスト、スポティファイに比べて圧倒的な何かあるんですかって言われると、まあ、ないですよね、と。で、ハードウェアは今申し上げた通りですし、OS は OS で、完全にもう、Windows 10と、ね、MacOS、近いですよね。もう、ほぼできないことない。ので、はい。あのー、うん。先ほどから、ようやくコメント見てね、コメントで。 調査船の中でドローン飛ばすべきだとかねいろいろこうツッコミが入ってるのにようやく気がついたんですけれども <laughs> 提案中です、えー、ジャムステックでドローンによる気象観測の可能性についてということで、えー、っとやろうということでちょっと提案中ですただこれね何年もかかりそうなんですよねや,やっぱり安全管理からねあの船にぶつけずに離着陸できんのかとかそういうあの検討とか ソフトウェアのあれとかがありますので、ちょっとそれはね、僕が入り口にできるのかというのも含めて、えっ、ー、と、いろいろ検討中でございます。はい。いきなり話題が変わったな。ということで、えっ、ー、と、もしかしたら、あの、Apple からエグジットして、Apple エグジットして、Windows に行っちゃうかも。<laughs> まあ、実はもう使ってるんですけどね、Surface Pro 3か。使ってるんですけどね、Pro 3だとちょっと、 力が足りないのでどうしようかなというところなんですけれども、も、うん、結構快適に使っているので、完全にこちらに軸足を移すかどうかをえっ、ー、と今検討し始めてます。apple 次第です。apple が何か投げてくるようでしたらばはい。あのー、その必要はないと思いますが。どうなるんだろう。ドキドキですね。なんか久しぶりだな。10年ぶりだな。10。何年ぶりか？あのー、アプリに全てをかけるぜ。つってこっちに移ってきてユニクスベースだからすごくね。研究もよく進んで良かったな。っていう時代から。 またもう一回変わるのかな変わるのかなはい。ちょっと、これは自分でもドキドキしながら見たいなと思います。えー、っと、ややこしい問題と、あれと、どっちにしようかな <laughs> あのや、ややこしい問題は後にするか。あのー、手形くアルファ号の話にしましょう。今週 えー、5の世界チャンピオン、えー、KGA っていうのかな、この人のね、えー、世界一の棋士をとアルファーが対戦して、3、えー、戦3勝でアルファーが完全に人間を打ち破ったという、そういう出来事がありました。 もともとね、この方は、あの、アルファ5、なんぼのもんじゃ、と、あの、俺だったら倒せるぜ、と、こう、豪語してた人で、でもね、ショーマンシップのすごく、あの、ある人で、それも、まあ、一つの、あの、サービスなんですよね。そだから、盛り上げてって、それで敗れた後も、あの、やつ強かったと。で、こいつは機械に相手、僕もすごく悩ましい顔してたと思うけれども、この機械相手に。 悩んでる姿をみんな見てあのそんなに強いのかと楽しんでいただけたかと思うとあのまあ僕のことは笑ってくれても結構ですというそんな感じのああまあなんか勝負師だなというふうに思うコメントを載せてますけどなんとですねあのこの世界一を破ったということであのアルファ GO は引退を宣言しておりましてコンペティティブ GO からはだから競技 のゴの世界からは、えー、アルファ5はもう引退しますとでそれ以外のチャレンジにこれから取り組んでいきますよというそういう発表をしています勝ち逃げですすごいなけどねあの勝ち逃げは勝ち逃げなんですけれども面白い遺産を残していってくれたわけですねあのもうこの参戦の中でさえも、えー、人間の側が元々 AI が出したようなちょっと信じられないような手を模倣して使い始めるわけですね。これじゃ勝てないと今までの人間のレベルじゃ勝てないって気がついてこの少なくとも AI が打ってきたこの信じられないような定石をちょっとこうやってみたらどうだろうとこのそしてそれを AI 本人にぶつけたら向こうはどう反応するのかっていうのを見ている節があるわけですよ。そういうふうに AI によって人間の側も変わってきてるんですよね。で 引退するとはいえアルファーがアルファー自身に対して戦っている寄付50個ぐらいの例も、えっと、公開されるのでそれを自由に公開してくださいと研究してくださいとそれを研究することによっておそらく人間のこの思考能力の中にはまだこう届いていないアルファーにしか見えていない囲碁の深淵な世界がそこに覗いてるはずなのでそれを世界中の棋士が研究することによって 新ししいいい境地が生ままれるんじゃないのかっていう話をしてますでさらに α5 のそのルーチンとかを使った囲碁、えー、のトレーニング用のソフトとかを作ることも可能だとこれでもう相当数のそのえー、っとこれぐらいの強さにはこういうふうに打てばいいというデータベースが出来上がりましたからそのうちのこの一部を取り出して じゃあ初心者の人間をここらまで持っていくためにはこういうここら辺をがあればいいと。でそれをソフトウェア化してトレーニング用のソフトウェアを作ってもいいだろうと。これはね AI とね人間が二人三脚で未来を作るっていう姿なのでこれですよほんと。AI が人間を滅ぼすんじゃなくて人間は有限の存在だから。 有限の存在が自分じゃ1万年ぐらいかけないと分かんないような話を AI に先に見てもらってただそれをプログラミングするのは人間ですからねこれをちゃんと1万年分ぐらい調べろとそしたら有限の我々せいぜい100年ぐらいで死んでしまう我々がその1万年分の研算を手に入れることができるというそういう使い方になるわけですよね。 これだよな。あの、これを今後は医療の世界とか、あの、まああるいは教育の世界とかそういうところでも応用できるわけですね。えっと、膨大な同じことを多分何回もやんなきゃいけないことでも、 それなりの知見がたまってなければ正しい答えが導けないことっていうのをえっ、ー、とにこの手の人工知能ってすごく効いてくるので一番ね今期待されることの一つは、まあ、医療の診療ですよね。前もご紹介したようにあの一人の人間の医者が手に入れることができる経験っていうのはどんなに毎日休みなく論文を読んでたとしてもやっぱり限られてると。なので あらかじめ膨大な診察結果と論文情報を持った人工知能が絞り込むと目の前の患者の、えー、と容態を見て、えー、と可能性を絞り込んでくれてそして人間がそれを関係論文を見てよし治療方針を AI のサポートのもとこれにしようっていうふうに決めていくとそういうことができるとひょっとすると人間の労力の大半才能の大半を肩代わりしてもらえるかもしれないとそうするとね あの膨大なトレーニングと才能がなければできないような脳外科医とかそういったものがもっと増えるかもしれないですね。えっと、それなりのねそのトップクラスのやっぱ先生を作るにはトップクラスの教育だけじゃなくて本当に何万人に一人の才能も必要なんですね。でそれは今度、ね、人口が減っていく中ではなかなか待ってられないかもしれない。もっともっと才能が必要なのだけれども。 人間が減っていく中で才能を待っている場合じゃないって。時にひょっとするとこれが。役立ってくれるかもしれない。えっ、ー、とちょっと前にですね。実はえっ、ー、と ibm のワトソンの会議に出席したことがありまして。えっ、ー、と、これはまた別の案件でね。あの原稿を書く依頼を受けててちょっと出席してきたんですけど、そこのね。パナソニックさんかなの？あの？なんだえあの？ 調達部門の部長さんっていうのが講演をされていて、これがもう本当に面白いんですよ。調達って要は、あの、バイヤーさんですよね。バイヤーさんの、えっ、ー、と、は、もうこの値段で買っていい。この値段でこの、これだけのものを買うぞっていう、この勘とか度胸とか、その経験といったものが必要だと。けど、その 3K ですね。勘と度胸と、あ、k k d か。<laughs> だから、勘と度胸と、 あの間と経験と度胸っていうのをこれを AI に入れられないのかってそういうことを考えておられて、えっと、実は入れられると、えっと、その前にものすごい受注のこの、えっと、購買に関わる情報を全部細かくしなきゃいけないそして全部入力しなきゃいけないんだけどそれをアートソンの中に入れると、えー、意外にあの隣の営業所でもっと高く買っちゃってたようなものも全部一律で 何年前のここでこの業者からこの値段で手に入れたからここでこの値段でお願いするようにプッシュしろというふうにそのバイヤーさんに情報を渡してえ世界中のバイヤーが同じ基準でそしてしかももっといくと今の市場状態とか例えばあのあれだ例えば戦争状態で物流が変化してるだとかあるいは えのレアメタルが足りないから今レアメタルが高騰してるからこれぐらいの値段になるはずだとかそういうリスク計算とかもして、えー、今リスクが高まっているから今のうちにこれだけ買っとけば後でこれだけ得するみたいな計算もバイヤーさんの経験じゃなきゃ昔できなかったことが今は AI で少しずつできるようになってると。なのであのバイヤーの監督経験度胸を AI 化して。 人間をプッシュするというようよなことを考えてて、おられていずれあの自分たちのもとに情報を持ってくる商社みたいなものもあの AI 化しちゃってあの、ね、自分たちの相手する商社みたいなものも意外にその情報を出し渋ったり物を貯めてたりするのを全部そ,のそんなことさせないようにあの AI 害虫みたいな感じにしたいというふうにおっしゃられてました。外に進んでますね。うんうん はいえー、とそこら中に来そうな予感です。という中でですね、アップルからもこういう話題が来ておりまして、アップルが AI チップを開発中というニュースが来ております。えー、iPhone 用に、アップルニューラルエンジンと呼ばれるような顔認識だとか、あるいはあの写真の、えーと、どういう写真が写ってるかという画像認識だとか、そういったもののもうすでに存在するルーチンですね。 機械認識用のすでに存在するルーチンを組み込んだようなチップを作って高速化することを模索中今年のね iPhone とかに乗るかどうかはまだわからないらしいですけどもまあ開発してるんじゃないのかなというふうなことが言われています最後ちょっとややこしい問題をご紹介しますとねこれまだ進行中の話題なんですけれどもちょっと面白かったので、えー、ご紹介すると炎上案件で立命館ピクシブ事件というのが起こっています これ何が起こったのかというと、えー、これとゲッターのページから来てるんですけども、立命館大学情報理工学部が論文を発表。論文というよりは、まあ学会の起用のあれですよね。で、ドメインにより意味が変化する単語に着目したわいせつな表現のフィルタリング。まあ要は因語ですよね。あのー、エロー的な作品の中で、まあ普通だったらば、ね、何の意味もない言葉がその、 文脈で呼ばれると、まあ、エロい表現として解釈されるとそういったものを、まあ、フィルタリングできないかとその文脈を読み取った上でこれはエロを表してるんだぞということをこうマークできないかという研究をやったそうです。この研究自体はいいことだと思うんですよ。あのすごくあ難しいことやってるなと思うんですけども。この論文でい 引用していたというかその使用していたデータ元が p i x i v で公開していた18金の小説だったと。でその元ネタに使った小説の、まあ、タイトルとか、えー、書かれた方の名前。まあ、名前といってもほとんどの場合ペンネームなんですけどね。そのペンネームとかが列挙されてたということで、有害な 内容わいせつな内容をフィルタリングする時にこのサンプルとして使った10作品から20作品かながこれですっていうふうに名指しで書いてあるもんだからんとピクシブミンから見るとズカズカっと R18 のところの分野にやってきたかと思いきやこれ有害ですよねじゃあ研究で有害っていうことで使用させてもらいますこいつらの名前もリストに載せときますねって感じでこう 晒したよううううにに見えてて大炎上というそういうこといいそこなってますでもじゃあこれデータにしこれにもねいろんなレベルの反応があってえー、っとこれそもそも研究で使用しちゃダメでしょうって言ってる人もいればいや研究では引用なんだからこれ引用はしていいでしょうっていう人とあのいろんな温度差の反応が生まれました。 これね、で、えー、まあいろいろな反応があったわけなんですけれども、えー、まず最初にこの問題視する方のまとめを見てみますとまあ,あの基本的に今まで小さくちっちゃなコミュニティでやっていたらいきなり研究の題材にされて名前をさらされるのはすごく 意図していなかったとだから自分の作品をマイピクであの隠してしまう作家さんも出てきてすごくかわいそうだというようなしかもピクシブはね一つの,あのそういうサイトだから勝手にこれ使っていいのかみたいなねあのそういう反応も多くありました。で「立命館のこれは引用じゃないんだ」と。 対象物とししてて分析している上引用とは言えない引用だと誤解を招くと分析対象研究データとしている場合には引用じゃねえんだよと断定してる人いますね。僕ねすごくこれねあのうーんうんこれ見た時にはそうねなんか引用を とといいうにはちょっと足りないかな。かだって作品そのものにね、どこまで使ってるかって話もあるし、どうかなと思ったんだけども、それに対してああのアンチテーゼをぶつけるまとめもあって、学問の自由が抑圧されるのを憂う,憂う意見っていうのも出てきました。要は、いや、引用でしょと。で、引用するからには、どんな引用するかを、あの、 あらかじめ指定できないということが引用の一番大事な点じゃないかと。でこんなこといちいち目くじら立てているとかえって学問の自由とかを抑圧することになりかねませんよというそういう意見が来ています。これ読んだ後ではね確かにこっちだなというふうに僕はなんとなく今思っています。要は自分が作品を公表したからにはえっと 例えば引用ってのは良い引用だけじゃないんですよね。こいつはバカだっていう風うに引用される場合もあるでしょうし、曲解される場合もあるでしょうし、誤解をされる場合もあるでしょうし、でも誤解や曲解や批判をするための引用は禁止しますってことは言えないんですよね。引用そのものは禁止できないっていうことが大事。曲解したことを非難することはできますが。 引用したこことと自体を非難することはできないそれはすごく大切な違いなので、えっと、その線でなんとなくこれは切れるのかなという気がしますそれでも立命、えー、館大学の方はこの論文をウェブ上から取り下げて、えー、学長の名においてこれは問題だからもう一切公開させませんというふうに声明を出していてこれはこれで難しい。あの 問題が起きたからもう後悔しませんっていうのは、事後的にね、あなかったことにしてくれなかったことにしてくれとか、そういうのは、そういうことをしていると、今度、厳しいね、あの世の中にとって必要ないろんな人が嫌な思いをするかもしれないけど、必要なもの、研究ができなくなってきますよね。特にこの、わいせつか否かとか、例えば、児童ポルノ関係の研究とか、そういったものは、 あのものすごく細かい結構気を使うところの細かいところに入らないとこれが自動ポールノでこれは違いますっていう違いをちゃんとし別できないじゃないですかなんとなく、うん、なんかむやむやになんかそれっぽいものは全部禁止しようぜってなると必ず間違った方向に行くはずなのでこれは嫌だろうととりあえずちょっとちゃんと中に踏み込んでいかなきゃいけないテーマではあるんですよね。 コメントの中で医学の主体解剖とか死者の実名とか記述されるのだろうかっていうコメント入ってますがこれ確か検体に関しては匿名の場合かあるいはあの病院の方とかであの名前が載るかどうかっていうのは確かあったと思います。ででも例えばこの論文に使ったこの検体はこの人ですっていう風なのはあんま見たことないですね。うん、そこは消してられる 今回これ面白いマスダさんが出てきておりまして、ハテナの方のマスダが出ておりまして、えー、立命館ピクシブ論文問題 Q&A というのが来てまして、非常によくまとまっていてですね、違法ですか合法ですか合法ですと、無断で引用していいの公表されている著作物は無断で引用していいでしょうと。ピクシブは会員しか見れないけど、けど2000万円も会員があれば実質誰でも見れるってことになるよねと。で えっと、引用は禁止されてるよね。支部の規約で引用は禁止されてるよね。と。規約13条の2項に無断転載は禁止されてるけど、引用は禁止されてませんよね。と。え、つぶやき、Twitter のつぶやきも無断引用できちゃうのと知らずに使ってたのか、お前は、と。そうなんですよね。最近結構、あの、ネタツイートがさ、あの、1万リツイートとかされると、えっと、メディアとかから使ってもいいですかっていうふうに聞かれるって話があるんですよね。で、えー、っと、 聞くことないでしょ埋め込むんだったら勝手に埋め込めようって思うんだけどでも心情として営利目的のサイトが勝手に埋め込んでお金儲けに利用するのはけしからんっていう流れがあってだからメディアの人たちがいちいちこのツイートを使ってもよろしいですかって問い合わせをするようになったんですよね。これはこれでマナーとしていいとは思うんだけどでも本来公共の場に置いたものなんだから無駄に。 でね、無駄だろうが何だろうが、ツイッターの利用規約に従って埋め込みで使われた分には、それは文句は言えないですよね。そこ大事な違いですよね。僕の著作物ではあるけれども、でもツイッターに載せた時点でツイッターの規約に <laughs> 縛られるんだから、それは埋め込み可能な場所に載せちゃったんだから、僕のブログを勝手に転載したなら話は別ですけどね。あ、いいところ。いいところをついた Q&A になってます。権利系倫理的にはどうでしょうか。よろしくない。マナーが、 よくあのマナー破ってるんじゃないうん、マナーは悪かったと思うよと、もうちょっとうまくできたと思うよと、例えばね、あの名前が直接つながらないように匿名化したりとかこう、えーと、これらの人たちからやりましたとか、あるいは、えー、お知らせいただければサンプルについてお知らせしますけれども、ここにはあのプライバシー上部載せてませんとか、なんかこう、いくつかの段階はあったでしょうねと。だから、えーと、引用かどうかというと引用ですと。引用して良かったか悪かったかというと良かったですと。 ただ、マナーは悪い引用でしたかっていうと、まあ、マナー悪かったんでしょうねという線だといいな、けど今の反応としては、さあ、臭いものに蓋だっていう感じで動いてるので <laughs>、ちょっと心配です。はい。まだ動いてる話なので、ちょっと、はい、見ていきたいと思いますあ。ちなみに先週ご紹介したジャスラックの件はジャスラックが引用と認定しましたので、 明らかにこれは、あの、無断で、あの、著作権違反をしていますねと言っていた、著作権管理センターかな、あの、の方が、はしごを外される展開になっておりまして、こちらはこちらで、あの、ちょっとご飯持ってこいって感じの <laughs>、そういう流れになってます。面白いな。あの、うん、もともとこの手の話って、例えば、あの、 引用することによって、みんなが自分で自分ね。全てのものを自分で作らなくてもよくて引用するか、あるいはこうマッシュアップすることによって、より良いものを作り出すための。そういう仕組みだったんですよね。でも。なんかこう。そこにフリーライドする人も現れてきて、なかなかうまくあのね。わかんない。動か,かないということもあったりします。 ちなみに私の顔に関しましてはあのこういうところに乗っかってる顔は全部パブリックドメイン扱いにしていただいて結構なので僕はあの別にこう落書きされてあのシェアされてもあんまり文句言わない人なんですけれども <laughs>、はいうんまあ、パブリックにそういうふうに動画を書いたり写真を出したりするっていうのは結局そういうことなんだなというふうに思いますだからパブリックの意味をもうちょっと広めなきゃいけないなというふうに思っています。 コメントの中で流行り言葉を使うと忖度の話で肩がつくでしょうかと <laughs>、うん、あとはあのこれペンネームなんだからねプライバシーの真似もあったもんじゃねえだろうっていう話とか、うん、なんかそこら辺ですよねはい空気読めようみたいな感じで多分まとまっていくんでしょうねでも本当は譲れない線としては引用は誰でもしていいと都合の悪い引用だってしてもいい 都合が悪い引用ができるってこと自体が学問の強さを守ってるんだからそれは譲らないようにしようと簡単に譲るないよと立命館頑張れ <laughs> まあ次の多分この学会のセッションでこういう話が多分持ち上がるでしょうねうんそこは頑張ってほしいと思いますはいということでえっ、ー、ともう一回最初に戻って、えー、とご紹介しておきますけれどもえっ、ー、とジェット大介さんの うつせみの写真展、6月3日まで、土曜日まで。で、3日には、えっ、ー、と、土曜日には、えっ、ー、と、確か、もうちょっと長めのセミナーかなんかされる予定だというふうに伺ってますので、もしよろしければ、こちらの方も行ってみてください。えっ、ー、と、あともう一つ、私の方で、ようやく、先週も言ったけれども、ようやく、あの、1個、脱稿した本が着実にできておりますので、多分 来週、再来週あたりにはタイトルも申し上げられるところまで来ていると思いますので、6月末ぐらいには新しい本が出ると思います。さらにもう一冊なんか、マットドンで書いてほしいっていうのが来たんですけど、もうさすがに勘弁してください。もうさすがに。もう次に行かせてくださいという感じで、いまだにマスソドンで振り回されている状態ですけれども。はい、え。ー どうなるんでしょうか、まあ、次々いろいろやっていきたいなと思います。はい。ということで、今週はこれまでにしたいと思います、えー。ライフハックライブショー、毎週日曜日夜10時から、えー、とこのような形で生放送でやっておりますけど、同じチャンネルには最近ビデオブログとかも載っていますので、まあ、あの両方お楽しみいただくために、えー、ちょっとたチャンネルの方に登録していただくか、あるいは音声版のこのライブショーをお楽しみいただくためには、えー、とこの p o d ビュ i l の iTunes の方に、えー 入っている、えー、とポッドキャストの方も登録していただければ見ることができますので、えー、とそちらで遅れた場合とかあの生放送見れなかった場合にはぜひ、えー、見てみてください。ということでまた来週お目にかかります。それではまた。